受験者数減る、でも合格者数は増やすっていう方向性に早稲田国教は動いてるんですよね。僕はよくね、こう受験はくじ引きじゃないから倍率じゃないんだっていう話をねしてると。国際教養学部合格最低点がもうぶち上がってますよねと結論言います。国際教養学部英語以外の科目が意外と鍵になるかなと。たくさんいるなと、準一級持ってないのに受けちゃう人、受からないのに。実際まあうちの生徒たちも受かってるんで、だから言える話でもあるんで。はい、全国の受験生の皆さん、こんにちは。本日の動画ではですね、早稲田国際教養学部はもしかすると早稲田一受かりやすくなってるかもしれないっていう動画をちょっと撮ってみたいと思います。多分皆さんこう聞くと、早稲田国教ってだって英語の難しい帰国子女とかたくさんいるあそこでしょ、簡単なわけなくないですかみたいな、そういうね感じがあると思うんですけれども、多分この辺ね、いろんな予備校講師の先生方や学校の先生から皆さんもね、そんな簡単なとこじゃないよっていうのはよく言われてらっしゃると思うんですけど、ただ多分誰も数字で語らないと思うんですよね。まあやっぱり早稲田合格塾の動画の特徴として、こういろんなものをやっぱ数字を交えて語るというかね、その辺で理屈に対して筋を通すっていうのがスタイルでもありますんで、それじゃあねちょっと行ってみたいと思います。国際教養学部、去年まではね入試スタイルっていうものが従来通りだったんだけれども、この2021年入試から新しくなったって、これは結構皆さんご存知のところだと思いますね。もう一回おさらいしておきましょう。共通テストが100点分、これは国語が200点満点が50点に換算される。そして選択科目100点分が50点に換算される。この合計で、まあ、100点満点っていう感じですよね。これが国際教養学部の、まあ、共通テストの部分ですね。そして4技能試験、大体の人は多分英検が多いのかなと思うんですけどね、4技能試験が20点分、そして早稲田大学で実際に受けるまあ一般入試、これリーディングパート、ライティングパートとあるんですけれども、これが80点分、この100点、20点、80点、これで200点満点になってますよっていうのが、まあ今の早稲田国際教育学部のスタイルですよね。この中で皆さんは争っていくわけなんですけれども、まずですね、僕が受かりやすくなってるっていうような話をしている、その理屈を少しお話ししていきたいと思います。この2021年から早稲田の国際教育学部の入試はどうなってるかっていうとですね、まずセンター利用試験、これがね廃止されました。早稲田をセンター利用で受けるのって基本的にまあ国立とのね併願組だったりするんですけども、そいつらがごっそりいなくなってるんですよね。センター利用入試が廃止されて、一般入試の募集枠が150人から175人に増えてるんですよね。そして9月入学、いわゆる国際教養学部は栄養入試がとても充実してるんですよね。9月の栄養入試の枠も125人募集が150人に増えてるんですよね。ということなので、やっぱりね早稲田って非常に学部自治の学部なので、学部によって本当にこれだけ違ってくるんですよね。こう早稲田政治経済学部みたいに東大の滑り止めの人が欲しいよみたいなね、あの方向性に動くような学部もあれば、いや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 、うちはそうじゃないよって、むしろ本当に早稲田に来たい人に来てほしいよっていうような政策を取るような学部もあったりと、まあ、本当様々なんですよね。これ結構早稲田の面白いところですね。だからまずそもそもの募集が少し増えてるんだっていうこと、募集が増えるってことは実際に合格者数も増えていくので、この辺はね結構数字が大きく増えた要因かなというところですね。で、次に実際にここ3年間での受験者数と合格者数の数字も見ていくと、また新たなことがわかるんですよ。2019年っていうのは早稲田大学にとっては大学全体を通して、皆さんもお聞きになったことあると思うんですけれども、今の早稲田及び早稲田をはじめとする首都圏の次第っていうのは、文科省のいわゆるこう絞り込みの政策によって人数をだいぶ減らされてるんだっていうお話ありましたよね。で、その煽りを一番受けた、マックスに受けたのが2019年だったんですけど、この年早稲田国際教養学部は2019年受験者数2056人、合格者数380人、2020年受験者数1885人、まあこれやっぱ受験者数が減ってるんですよね。で、合格者数がなんと426人出てます。受験者数減る、でも合格者数は増やすっていう方向性に早稲田国教は動いてるんですよね。さらに2021年、今回やっぱりコロナの影響とかもあって、まあ去年に引き続きさらに受験者数が減りました。受験のスタイルも新しくなってるからね、やっぱりそのこともなんかダブルパンチで受験者数が減ってて、1498人にまで受験者数が落ち込みました。だけど合格者数は補欠も合わせて436人出てます。だからまあここ3年間でドンドンドンって増やしてきてるんですよねっていうね、まあ国際教育学部の現実があるので、受験者数は減る、合
格者数は増えるっていう単純なね、この構図があるから、まずこれが第一に人数の部分で国際教育学部狙い目ですよっていうのが1点。そして第2になんですけど、僕はよくね、こう受験はくじ引きじゃないから倍率じゃないんだっていうの話をねしてると。で、じゃあ何なんですかと、やっぱり合格最低点だよって話をしていると。で、点数の部分見ていきます。点数見たときに、今回ね、一番質問が多かったのが、国際教養学部合格最低点がもうぶち上がってますよねと。従来と比べて30点ぐらいぶち上がってるんですよ、合格最低点が。で、これはでも皆さん慌てないでください。これ理由がちゃんとありまして、従来の早稲田の国際教養学部は成績標準化がなされてたんですよね。今回から2021年入試から合格最低点が 155.94 なんですけど、成績標準化がないからこうなってるってだけなんで、慌てないでください。これは慌てる必要一切ないです。この数字をもうちょっと考察してみたときに、平均点をちょっと見ていくと面白いことがわかるんですよ。早稲田国際教育学部の2021年入試共通テスト100点満点分のうち、平均点が 76.65、 4技能試験が20点分のうち平均点が 12.214、まあ、このことからね、結構早稲田国教受けるんだったら準1持ってて当たり前なのに、準1持たないで受けてる人が結構いるんだなということがよくわかるんですよね。そして早稲田一般入試、早稲田の会場で受ける入試ですね、あのリーディングパート、ライティングパートあるやつ、あれが80点満点中平均点が 54.141。 ここがちょっと後で話しますけどハイレベルなんですよね。 54.141 ということで、平均点を全部合計すると143点になります。これはね、なかなか面白くて、平均点が143なのに対して合格最低点が 155.94 なんですよね。いわゆる平均点と合格最低点の間に点数の差が16点しかないんですよ。となってくると、これ何が言えるかっていうと、結構なんか国際教養学部すごく難しいのかなと思いがちなんだけど、平均点よりちょっとずつ取ることができればもう合格なんですよね。そういうことなんですよ。これがね、なかなかね、あの国際教養学部の美味しいところではあるんですよね。まあおそらく皆さんも合格したいんだから平均点よりは上を取ろうよっていうのは、まあまあそんな僕無茶は言ってないと思うんですよね。ただ平均点より本当にちょっとずつだけ上を取ればもう合格なんだっていうことを考えると、なんかすごく遠くに見えてた早稲田国際教養学部の背中が実は割と近かったんじゃないかなっていうふうに思えてきませんか。で、さらにじゃあもうちょっと考察していくと、実はね、僕はこの2021年の入試は本当に正直なこと言うと、うちの生徒たちに国際教養学部おすすめしてなかったんですよね。なんでかというと、入試スタイルがこれだけ変わるんで、従来早稲田合格塾は国際教養学部を非常に得意としてました。もう合格者は 50% を超えます、志望する人の中でね、もちろんね、そのぐらい強かったんですよ。で、その理由が何かっていうと、国際教養学部の平均点を見た時に、実際の入試問題の難易度と比較してみても、国語と選択科目の平均点が低すぎたんですよね。つまり国際教育学部受けるような連中っていうのは、英語はできるけど他の科目を割とないがしろに受けてくる傾向にあったので、そこをついてむしろ英語以外の部分でもう9割ぐらいぶち抜いて、で英語は平均点以上を取るっていうところの戦略で子供たちを受からせてきたんですよね、という戦略があったんですけれども、その戦略が使えなくなりそうだからっていうことで、ちょっとこう敬遠させた部分があったんですけど、思いのほか2021年も国際教養学部のまあ志願した子たちが比較的受かっていったので、どうしたんだろうと思ってまあちょっと検証してみたら、こういう事実だったんですけど、結論言います。国際教養学部英語以外の科目が意外と鍵になるかなと。結構その一般入試のリーディングライティングが非常に目を引くじゃないですか、入試として。なんですが、それ以外の部分が結構鍵を握ってます。ちょっとね、あのこれを話していきますと、まず共通テスト超大事です。国際教育学部受ける方、これ超大事。単純に200点中100点分が共通テストだってこともあるんですけれども、それ以上に見てください、これね、100点満点で平均点が 76.65 ってちょっと僕からすると低いぐらいなんですよね。例えばですけど、国語で160点取ったとしましょう。160点取ったら40点になるわけですよ。50点満点に換算されるんで、160点取ったら40点になります。選択科目は、これなんとかまあちょっと頑張って9割取ってほしいんですよね。9割取ったらば、90点が45点になります。ということで、もうこれでもう、この共通テスト枠が100点中85点になって、平均点よりも10点弱上になるんですよね。ということがあるんですよ。なので、もうそうするとさ、もうさっき合格最低点まで
まで、あと残り13点とかだったのが、もうその共通テスト枠だけで10点近くカバーできちゃうんですよね。っていうのもあったりするんで、この共通テストで国語8割、選択科目で9割取るっていうのがめちゃめちゃ大事になってきます。これがまず鍵その1。で、3科目に絞り込んでる人であれば、結構あんま無理な数字ではないですよね、これはね。なので、国語160、選択科目90。もしくは、国語もうちょっとさ、当てて、まあ160、78とかにして、選択科目が86、78点ぐらいになっちゃいましたとかでも僕いいと思うんですよね。っていうところで、まあちょっとこの共通テスト枠で85点取れたらば、かなり合格に近いよということ。これがまず第1点。そして第2点目に、皆さんの中にも多分国際教育学部受けるんだったら、英検準1級ぐらい持ってた当たり前だよなって思う方が結構いらっしゃると思うんですよね。なんですけど、意外と実際の平均点データを見ると、たくさんいるなと。準1級持ってないのに受けちゃう人。受からないのに。だから、これ、準1級は絶対に持っててください。英検準1級は。もうこれ持ってるだけで、20点満点で14点くるんで、平均点が 12.214 ってことを考えると、もうこれだけでも平均プラスアルファ超えられちゃうんですよね。なのでさっき申し上げた共通テスト枠で85点取ると、で英検4技能枠で英検準1級とか取ってたらもう20点満点中で14点になりますよと。そしてあとは80点満点で平均点が 54.141 の一般入試、ここに関してはもうあとちょっと、本当にこの平均よりも1点でも2点でもいいから、あとちょっと上を取ってたらば合格になりますよね。なので平均より上を取ろうと。ただここが多分一番難しいと思います。なんでかっていうと、リーディング、ライティングそれぞれ僕見てるんですけれども、この問題で平均点が約7割弱になるかと。結構これやっぱりさすがだなみんなっていう感じがします。ぶっちゃけ。これは難しいです。だから、あんまりここで差つけるのは僕難しいと考えてます。そして実際のリーディング、ライティング、特にライティングですよね。問題難しいかなというふうに睨んでます。なので、まぁちょっとこれね、今日はまぁ時間の関係で国際教育学部受かりやすくなってるよっていうのをまぁこの数字の部分でちょっとお話ししたんですけども、どうですかね、なんかこう受かりそうな感じがしてきませんか？平均点よりちょっと取ればいいと。で、共通テストが結構鍵になりそうで、で、共通テストが意外とみんなそんな強くないんだなと。合格者数がどんどんと増やされてる中で、平均点がみんな意外と低い。だから、国語で8割、選択科目で9割取っちゃったらもう85点とかになるんだ。英検準1級は持ってればとりあえずいいんだなと。一般入試では平均点以上取ればもうそれで OK ということであれば、もうこれで合格ライン到達しちゃうという話になっちゃうんで、結構僕はここ狙い目なんじゃないかなと、数字の部分で見ると。ただやっぱりこのリーディング、ライティングのこの80点満点分、これがなかなか大変だから、ここでいかに平均点を着実に超えていくか。本日は国際教育学部、結構僕は狙ってみる価値あると思うぞと。で、実際まあうちの生徒たちも受かってるんで、だから言える話でもあるんで、ぜひちょっとこうね、目指してみていただけたらと思います。以上です。お疲れ様でした。